戦力外捜査官、今週も予告が間に合っておりません。申し訳ございません。ということで、まあ言い換えちゃうとアドラッグですね、これね。何回でも使えそうですからもう、うん、でこれ本当の話でね、うん、まあそういう詳細が公式ツイッターの方でいろいろとプロデューサーたちによってもつぶやかれてるんだけど、はい、で特にね、まあこのところ関東地方大雪に何回も見舞われてるっていうこともあって、さらに撮影スケジュールはぐちゃぐちゃになってるっていう感じなんだけど、はい、例えば2月15日昼間のシーンいくつか撮れなかったけど、なんとか終えて夜待ちに、こんな雪の中表でロケやってるチーム他にどれだけいるのかな、うん、まあね、もう雪は仕方ないんでね、今週のドラマなんかほとんど雪降ってましたもんね。日が暮れるのを待つ間も助監督や制作部は雪かきやってます。こんな日でも誰も中止しようと言わないで粛々と撮影する、出演者もスタッフも素晴らしい人たちです。ほんとすみません。まあ、撮影はせんとしゃあないですからね。2月17日、今日は朝からロケ、そしてロケからのスタジオ。でも高速がまだ通行止めで、幾多に来るのも一苦労です。皆様安全運転でよろしくお願いします。本打ちを地味にやってる間にスタジオは賑やかな全員集合のシーンを楽しく撮り終え、休憩ナウのようです。なんと設楽の家にみんなが集合するという狭いセットによくこんなに人が入ったなってなシーン。うん、まあこの出演メンバーとかもね、みんな楽しそうなんで、うん、内容もね面白いと思うんですけれども、うん、なんせベタベタというか。今回のなんか特にね、うん、ベタやなと、もう初めからオチ分かってるような状態でしたから、うん、まあチーターさん出てきはったんがちょっとびっくりしたかなっていうぐらいでね。うんうん、でまあ水前寺清子さんに関しては、うん、今回メインの役どころだった18係の北里刑事を演じた野間口徹がね、実は福岡の小倉出身ということで、だからお母さん役も九州出身の方を探したとのことで、うん、そんなこんなで熊本出身の水前寺清子さんにオファーがかかったと、うん、どうしてこういうキャスティングにっていうちょっとした違和感もあったんだけど、うん、まあなるほどって納得。まあその母親役も上手にこなしてはりましたしね、うん、でその母親に対する思いというのをみんな最後に言い抱いてね、でそれぞれいろんなことしてはったじゃないですか。でその中でやっぱ気になるのが木下で、母親にあんな電話せんやろと、本人を知ってるし母親もようテレビに出てるだけにね、どうしてもこうイメージが合わないというか、関西弁でしてほしいなっていうのはあるんですけれどもね。でそれとまあ今回レギュラー陣の中で結構意外だったのは、武井絵美扮する海月千波のお父さん役伊吹五郎。ギター上手かったですね、うん、まあ知る人ぞ知るフラメンコギターの名手ということで、はい、あの曲も実は自分で作曲したもので、ウィキペディアなんかではね、一番の趣味はフラメンコギター演奏で、フラメンコギターを眺めながら酒を飲んだり、新しいギターを買った夜は興奮して眠れないほどのギター好きだという。また演奏のために右手の爪だけマニキュアを毎日5度塗りし保護しているが、水戸黄門で右手で印籠を出すために綺麗にしているとか、実はお姉なんじゃないかっていうような噂も立ったほどで、うん、まあね、今回のドラマでもそうなんだけど、その演奏力の高さっていうのはね、バラエティとかいろんな出演番組でもいかんなく発揮されていて、うん、まあね、すごい趣味がこう仕事につながってるというか、あ、いいことでしょうね本人もね、うんうん、でそういうことで言えば、今度はちなみの母親役ユウね、昔撮った杵塚でフェアチャイルド時代の歌を歌うとか、うん、それに森山慶二役の浜田麻里にもね、モダンチョキチョキズの頃を思い出してもらうとか、うん、でそんな戦力外捜査官には今回もあの方からメールが。伊吹五郎さんのギターと歌に驚いてしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。戦力外捜査官第7話、今回はまさにドラマの定番、母上登場の巻でしたね。それにしても水前寺清子さん演じる九州のおっかさんぶりがあまりにも素晴らしいのでびっくりしてしまいました。前回の不正理さん同様、再登場を願いたいキャラクターです。で今回の犯罪は親心につけいる詐欺集団という設定でした。詐欺と警察が登場する映画といえば真っ先に思い出すのが1973年のアメリカ映画スティングです。と言ってもこちらは詐欺の面々が主役です。犯罪組織に仲間を殺された詐欺集団が組織のボスをカモにするという展開で、その中に詐欺集団を追っている警察が絡んでくるという物語です。で結局警察もまんまと騙され、組織のボスは有金を全部カモられてしまうというわけです。
ロバート・レッドフォードとポール・ニューマンが共演し、1973年のアカデミー賞で作品賞など7部門での受賞となりました。ただ、この年のアカデミー賞で、レッドフォードはノミネートされたものの、ポール・ニューマンはノミネートさえされませんでした。これは未だに私の中ではアカデミー賞七不思議の一つなのです。レッドフォードの他にノミネートされたのは、ジャック・レモン、マーロン・ブランド、アル・パチーノ、ジャック・ニコルソンと、そうそうたる俳優陣で、オスカーを獲得したのは年長者のジャック・レモンでした。このスティングでは、1930年代のいわゆるラグタイム調のピアノ音楽も素晴らしく、未だにテレビ番組のバックミュージックや CM などで起用されています。犯罪を題材にした映画なのに、何度見ても楽しい名作なのです。戦力外捜査官も犯罪が題材なのに、どこか楽しい不思議なドラマです。最終章に向けて、どのようにドラマを楽しませてくれるのか、期待したいと思います。ということで、とにもかくにも戦力外捜査官、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。